新作、土子、龍介宮崎土12月19日から1942年は、明治から昭和戦前、戦中期にかけての女性。土子とも、自由民権運動家の前田隆氏の参女。姉の宅は、草枕の波のモデルとされる。孫文を支援した宮崎当店の妻であり、白蓮事件を起こした宮崎龍介の母。熊本県玉名郡商店、村生まれ。 前だけは、地元の名士であり、自由民権運動に奔走した父の影響を受けて、育つ。11歳の時、女権拡張運動家の岸田敏子の前で壇上に立ち、学問を幹部という演説をした。12歳の時に、中江町民が熊本を訪れた、歓迎会で演壇に立った。熊本の英語学者、大阪のバイ女学校で学び、さらに、 神戸のキリスト教の女学校を卒業。1889年に、スウェーデン人のイサク・アブラハムという無政府主義者の老人の通訳として、前田家に滞在していた当店を知り、大恋愛の末、周囲の反対を押し切って当店と婚約した。大陸老人として生きる決心をした当店から、婚約破棄を持ちかけられるが、土は承諾せず、1892年に結婚。 当店の故郷、荒尾村に新居を構える。長男、龍介、次男、新作、長女、不死の三つ子を設けるが、当店は、革命のためのお金はできるが妻子を養う金はない。お前はお前で、どうにかしておけと家庭を顧り見ないので、お嬢様育ちであった土子は貧乏に耐え、実家の援助を受けつつ自ら働いて、子供たちを育て、先祖伝来の田畑も売り払って、 資金を作り、当店の活動を支え続けた。当店は、中国の革命を夢見て、支援活動に奔走する一方で、金が入ると女を買い、芸者をあげて遊び、借金を抱える暮らしぶりだったが、土は、孫文が宮崎家に滞在した折にはできる限りの艦隊を、釣るなどして、当店を支援した。当時、宮崎家は、貧困を極め、風呂の焚きやお茶すらこと書き、 巡回する巡査がお茶を持ってきたほどだったという。1903年に老局主として地方巡業に出た当店は愛人との間に子、律を設けて東京で暮らし始めるが2年後に別れ家族を東京に呼び寄せる。律は後に宮崎家の次女として入籍され父をお母さんと呼んでしたったという。当店は高校とともに 民放者を設立指揮監視を発行。宮崎家には中国人留学生が頻繁に訪れ、父は姉の宅にも手伝いを頼んで、貧しい中彼らの世話もした。1907年には、足尾銅山鉱毒事件の田中正造の支援活動を行う。1917年には中国に招かれた夫と共に、中国に渡り、一時暮らしたこともあった。1920年、 夫と共に大宇宙教に入信。翌1921年に、長男の龍介が、人妻の柳原美白連と駆け落ちした、白蓮事件で世間を騒がせる。病に倒れていた当店が1922年に死去。翌年の関東大震災後、白蓮が宮崎家に入り、西池袋の自宅で同居。龍介が結核で病床にあり、昭和初期に完治するまで、 白蓮が執筆で生活費を稼ぎ、土が家事と育児を担当して、家計を支えた。1929年の孫文の南京での国葬には、亡き夫に代わって、龍介ら子供たちと、犬飼いたけし、東山光良らと共に参列した。1942年12月23日、72歳で死去。ありがとうございます。